日本代表は、現地16日に行われるカタールアードカップアジア最終予選のオマーン代表に向けて、調整を続けている。日本代表戦はダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試しみ、中、その一戦に向けた、取材の中で、MF、原口元気は、でも充実した表情を浮かべながら、言葉を某、でいた。前回9月に敗れた。 オマーン戦では先発、バスルも前半のみで交代に。だからこそリベジに燃えている。個人的には悔しさが大きなバーになると理解しているので、モチベーシンが上がる要素が揃っている。いい感じでき、いるかなと思っています。10月に日1で勝利した、ストラリア代表戦からはシステムが4、3、3。変わり、今月11日のベトナム代表戦でも、 新婦人、継続して2連勝。これも原口にとっては追い風、なっているという。もし4、3、3でやるんだとし、ら、僕には、大きなチャンスだと思いますと5、所属する、ドイツ一部のウニオンベルリンは、ステムこそ3、5、2だが、原口は、逆三角形の中盤、2列目のインサイドハーフとしてプレイしてる。ゆえに、日本代表の四三三でもインサイドハーは、 僕自身すごくやりやすさもありますし、い、字もしやすいですし、自分の特徴が出るの、そのポジションだと思っていますと語る。こ、までの試合を見て、ビルドアップに人数を買ったらうまく回るかもしれないけど、ゴール前、迫力がなくなってしまったら、意味がないと、じている原口は、インサイドハーフとしてよ、FW に近い位置でプレーしながら、チャンスに楽、でいくイメージを描いている。 現在の中盤は MF、藤渡る、MF、田中緑、MF、森田秀正とボランチ機質の C、手立ちで構成されており、原口のようなあた、カー機質を持つ選手が入れば、リズムも変は、だろう。対戦相手や状況に応じた戦術的、バリ、ションとして有効であり、ベトナム戦でも、半途中から、インサイドハーフに入って勝利、貢献した。 自分の持ち味が出るとしたら総力一番。正直、ボックスとボックスでやら、たら、一番走れると思います。そういう試合点になれば、僕の良さは、すごく出る自らが輝け、役割を見出し、出番の少ない現状に募る悔しを、原動力とする腹口はチャンスに飢えてい。今、そのポジション、インサイドハーフで出る、したら、 いいパフォーマンスを出せる自信があるので、正直チャンスは欲しいと言葉に力をめる。前回ロシアワールドカップのアジア祭予選では絶大な存在感を発揮して、日本代表本大会出場権獲得に大きく貢献し、一気に主の立場まで駆け上がった。正直、今でも同じようなプレーができると思っていますと語る原は自信に満ちている。自分のことは 自分が一、わかっていると思っていて、今は、個人的にすっごい状態なんですよね。コンディション的も、気持ち的にも、ロシアアールドカップ予選、時と同じようなプレーができると思ってい,い、個人的にはすごくワクワクしています。さ、人生で、キーポイントになる試合って結構、るんですよ。そういう試合を、またやりたいな、思ってます。今、サッカー人生で、 ポイントにな試合が多々あったんですけど、日本代表でもそういう試合を久しぶりにやりたい。ポジション奪っていくようなパフォーマンスを出せる合わせをやりたい。個人的には状態がいいのでチミスかなと思っています日本代表の2列目に MF、南野匠や MF、鎌田大地らが対等し、MF、伊藤淳也もいまれな決定力でチームに欠かせない存在に、ている。 中盤でも、田中や森田などの存在感、大きくなってきた。その中で、原口は何を示せ、か。リベンジを期すオマーン戦でその答えを、せてくれるかもしれない。取材、文、船木渡る、涼